はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。ポケットモンスター緑、実況プレイ始めていきたいと思います。プリン、プー。なんだ、歌ってるのかな？歌ってるのか。いいね、楽しいね。ほわひゃ。プリンの歌声を聞くと大抵のポケモンは眠くなる。そして僕もぐー寝てるんですね。いいね。そうか、プリンはなんだ、眠らせる能力があるのかな。通信ケーブルクラブにようこそ。こちらは友達と通信ケーブルをつないだ方々を特別にご案内いたしております。これがなねえ、ポケモン名物ですけども、このおじさんね、このおじさんなんかこの店の人かなと思ったらそうじゃなかったっていうね、お客さんね、ロケット団がお月見屋まで電話してるんだ。邪魔しないでくれ。はい、ロケット団がうんたらかんたらっていうとこまでが電話のね会話で、邪魔しないでくれって言われたんだ。なんか重要な人なのかな、このお客さん。これ、君は誰？ニビシティは虫取り少年みたいにただの趣味でポケモンやってるやつばかり。どうしたの？どうしたの？なんか意識高いのかな？俺はそうじゃないぜみたいな。しかしニビポケモンジムのたけしは違うぜ。もう倒したけどね。悪いけど。悪いけどね。ちょっとだけでも顔を出したポケモンは経験値がもらえる。そうなんだよね。これいいよね。じゃあさ、たけし倒せたんで、なんとかね、かろうじてっていう感じはあったけどね。じゃあ次さ、どうしたらいいんだろう。あそこか。なんだっけ。南蛮道路だか。何も分かってねえ。なんかさ、あれ？ここ入れんの？ここ入れんだ、後ろからね。ここなんだっけ？はい、切って通れるってやつね。あ、技を覚えさせたりとかいうのもあんのかな。なんだここ。時はの森出口。はい。ここに出ちゃうんだね。オッケー。そうじゃない。あれ？そうじゃない。なんだっけ？なんかさ、なんかバッジがないと、通れんぜみたいなこと言われたとこあったですよ。そこに行きたい。そこに行きたいんだけど、ここじゃなかったっけか？マップってあんだっけ？ちょっと待ってよ。マップないの？カタロウっていうのあるね。これ見とこ。このページちょっと見ときましょう。名前、カタロウ。お小遣い2381円。結構稼いだな。プレイ時間、これは2時間45分かな。ポケモンバッジ。1はね、そう、1はたけし倒したからさ。もう人の顔じゃないよ。あと何？かすみとマチス、エリカ、京、夏目、カツラ。カツラかな？カツラなのかな？カツラっていうかなんかもう丸坊主っていうかなんかツルツルに見えるんだけどそうじゃない？これはドット絵のせい？で、8番はわかんないんだって。ね、謎のボスみたい。マップはねえな。マップはねえな。道に迷っている。こっちか？森抜ける前だったのかな？森抜ける前だったんだろうか。ねえ。次多分あそこだよね。ってことは、さっきの森から戻ればいいのかな？ここがあれなんだっけ？なんでこれ？これ来てないわ、まだ。行こう。科学博物館。はい、子供は見学料50円です。そうだ、金払えって言われたから、なんか後で来るわみたいなこと言った気がした。はい、じゃあ50円払うよ。見学するよ。50円払って見学しなかったらね、あれだから。50円いただきました。50円結構大金なんだぜ、この世界ではさ。何？ありがたや。竜神様の骨を拝めるとは。なんか恐竜の骨かな。何これ？プテラノドン？珍しい。古代ポケモン、プテラの化石。そういうのがいるんだ。1個なんだね。こっちは違うやつなのかな。何これ？なにこれなにこれ、虫みたい。カブトプス。あー、珍しい古代ポケモン。カブトプスの化石。あー。ねえ。カブト。かっこいいですね。甲殻類ですね。お月見山に落下した物体。多分、月の石。これ博物館だ。多分とか言っちゃダメだよ。1969年7月20日。いつの話だよ。だいぶ前の話だね。人類初めて月に立つアポロかい？わしはあのニュースが見たくてカラーテレビを買ったんじゃ。あ、すごいね。なんかメディア論みたいな授業になってる。カラーテレビが普及しましたよみたいな。月の石ね。そこら辺の石ころとどこが違うんだろう。そうだな。月から持って帰ってきたんだよ。はい、今月は宇宙博覧会をやってます。あ、そうなんだ。下ではね、古代ポケモンを展示して、上では宇宙博覧会やってるの。スペースシャトルコロンビア号。私ね、可愛いからピカチュウ欲しい。そりゃあ、ゾンビ先生も欲しいわい。お父さんに取ってきてねってお願いしてるの。ねえ、ピカチュウ欲しいわい。はいはい、ピカチュウだな。今度な。あ、お願いしてるのって横のこの人がお父さんなんだね。はいはい。むっちゃ半袖？違う？なんかむっちゃムキムキのおっさんみたいに見える。だけども。これで終わりかい？これで終わりかい？まあ、50円だからな。そんなもんかな。はい。なんかもらえたりとかしないのこれ。ちょっと待って。それはゾンビ先生なんていうか、高望みしすぎですか？逆にそんな50円ポッチで何かもらえると思うなみたいなとこある？そういうこと？なんかね、ないの？見れてよかったねっていう話？そうか。いや、まあ見れてよかったですよ。はい。ね。カラーテレビの話もできたしね。そう、なんかね、テレビとかね、そういうのってこう、普及するのにね、きっかけっていうのが結構あったりしますよね。で、あれはそうか、ポケモンの技じゃないとね、これ切れないからいけないよね。っていう話だ。OK？ じゃあ、わかった。じゃあ、あれだ。その、左側のね、南蛮道路だっけ？そこ行かないと。だから森の向こうだ。ね。そういうことだよね。森の向こうだから。はい。だから、こっちから、ね、この森抜けよ。ね、バトルがあるかもしらんが。バトローではないか。君は誰だ？見えないところでも本当は何か落ちてたりする。さっき落とし物したんだ。君も探してみてくれる？どういうこと？調べればいいってこと？A ボタンとかで調べてればなんか見つかるのかな？バトルになっちゃった。まあいいか。野生のコクーンね。うん、ちょっと倒そう。倒してさ、レベル上げようよ。どうしようかな。どうせさ、コクーンはあれでしょ？なんだっけ、固くまるしかやってこないんだから、イガグリを出して、うん、出そう。ね、イガグリを出してさ、で、レベル上げようよ。ね、そう、硬くなる攻撃だから、コクーンは。あ、鳴き声間違ったの？あ、いけたかな？あー、意味ねえ。攻撃してこないから。わあ。まあ、このまま続けてれば勝てはするんですけど、ね、ちょっとあまりにだな。こう、交代しようね。ちょっとあまりでしたね。サブレさん来たようか。ね。よし。じゃあ、これで、サブレさん、頑張っていただいて、サブレさんね。びっくりでしたね。たけし戦ではね。活躍してくれましたよね。いや、あんなにね、火が相性悪いとはびっくりでしたよ。硬くなってんな。あ、もうこれ以上硬くならんね。あんなにさ、火が岩に対してさね、弱いとは。うん、よく戦ったよなほんと水がいいんだよねきっとねあれ。そんな中さ、そんな中カルシウムがさ倒れる中さ、サブレ頑張ったよ。サブレめちゃめちゃ頑張ってくれましたよ。でその何落とし物したっていうのこれ A ボタンを押しまくってんすけど、そういう問題じゃないのかい。あれ、ああこれは掲示板だよね。うん人のポケモンは人のものね。野生のポケモンにだけモンスターボールを投げて捕まえよう。そうなんだよね。ゾンビ先生ちょっとね人のやつに投げちゃったんだよね。そしたら泥棒だよってすごい怒られてね。おっしゃる通り、おっしゃる通りです。調べるとかないもんね。俺ないけど。また戦うか。まあ、ちょっとレベル上げた方がいいってのはあるよね。うん、キャタピーかい。カルシウムで倒そうか。ここはね。軽くひねりますか。どうしようかな。でもせっかくなんで、イガグリもうちょっと鍛えようか。ね。いや、2だけどどうかな。キャタピー3で、どうだろうな。伊藤博攻撃ね。伊藤博攻撃ダメージじゃなかったよね。素早さですよね。体当たり。どうだい？おや？ああ、向こうのか。あっちの方が早いんだな。いやー、やっぱレベル低いのってちょっときついね。伊藤博攻撃。そうかそうか。素早さ下げられてるから向こうの方が先に攻撃してくるのか。あ、でもイカブルの方が早かったね。そうかそうか。どうしようかな。ちょっと自利品感あるんで、ちょっともう一回戻すか。もう一回カルシウムかな。重視はだってねやっぱり硬くなるしかできないから、腹ペコくんにちょっと活躍してもらおうかな。あ、そうか、キャタピーだったかなんかもう自分が名前つけたのとなんていうか本当の名前があまり一致してないそうか、腹ペコアオムシだもんね。腹ペコアオムシくんだからね、腹ペコにしようって。 OK、 やっぱちょっとレベルがね1個違いますからね。でも結構食らうなこれでいける？これでやっつけたかな。 OKOK、 よしよし。カルシウム777、はい。どうしようかな。もっと向こうなの？そういうこと？もっと向こうかい？落とし物ある？本当にないんじゃないの？騙されてるこれ、ゾンビ先生。騙されてますか？めっちゃ遠いよ、もう。ないんじゃないの？ちょっと待てよ。まあ、とりあえず上まで調べようか。はい。トランセルね。よしよし。じゃあトランセルはさ、これ火の粉で一回攻撃して、でこうがっつりおやっつけちゃったそうか、いやですね、がっつり減らした後でね、レベルの低い人に変わろうかなと思ってたんですけど、一発で倒しちゃった。そうか、とりあえず一番上まで行こうかね。違うのかな、やってることが違うのか。ないね、もうちょっと先行くわごめんね。キャタピーね。カルシウムで、じゃあ、いやでもレベル14だと結構何やっても相当効いちゃうのかな。火の粉すごかったっすよね。あ、炎だからな。相性いいしね。引っかくは？引っかくも一発か。一発か。引っかくも一発かい。そうかい、そうかい。よしよし。じゃあ、念のためちょっとこの辺だけ、ここは掲示板だもんね。はい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 。ああ間違ったA 連打してもう一回読んじゃった。ああまただひどいひどいひどい。ちょっと待ってよ。はい、落ち着いてね。ないよね。いやないよ。よし、じゃあ倒して次行こう。キャタピー一発で倒しちゃうからな。カルシウム強くなりすぎてるな。やっぱ交代して、どうしようかな。イガーグリちょっとねダメージ受けてるしね。止まらないに行ってもらおうか。止まらないね。止まらないも頑張ってもらおう。体当たり。どうだい？大きくね。いいね、いいね。地味に効くんだよね。キャタピーの攻撃もね。うん、お、ああ、惜しい。糸を吐く攻撃ですか。はい。行きましょう、行きましょう。よし、倒したね。敵のキャタピーは倒れた。はい。11経験値ずついただきましたよ。これか？違う。あれはなんだ？これアイテムかね。傷薬見つけた。うんうん。で、こっちじゃないのか？なんと。え、そうだっけ？こっちじゃないの？あ、こっちか。はいはいはい。こっちね。びっくりしたわ。他に行くとこあったっけなと思った。ね、そう。あんまり出会いませんね。そろそろかな？あんまりエンカウントしませんね。全然エンカウントしませんね。はいはい。戻ってきましたよ。悔しいな。強いのを捕まえてこよう。頑張れよ。こっちだったよね。確かね。こっち行って。全然、まあそうか。もう草むらじゃないからエンカウントしない。こっちじゃないよね。そうだよね。こっちではなかったよね。OK。よしよしよし。こっち帰ってきての、で、左側だよね。で、ジムバッジ持ってこいみたいな。って言ってて、だったよね。そうそう。あれだよ、サトシがさ、バッジねえといけないみたいだよみたいなこと言って。で、なんだっけ、グレーバッジがいるとかって言われてさ、グレーバッジってちゃんと教えろよ、サトシって思ったんだよね。確か。そういう話だったよね。間違った。飛んじゃうの厄介だな。おー。お、ニードランだね。ニードランね。レベル4ですね。どうしようかな。いやー、ちょっとな。これあれかな。全部回復してから来た方が良かった。もしかして。これね。ちょっとさらにサブレをやっぱり上げましょうかね。うん。ね、ちょっとサブレももっと鍛えとこう。鳴き声攻撃はあれですね、攻撃力下げるね。風起こし、はい、いきましょう。どうですか？いいね、効くね。お、さあ風起こしね。急所に当たれば倒せるぞ。どうだ？お、普通だった。もう一発ですね。はい、やっぱこんだけレベル差あるとね、だいぶ違うよね。 OK。そうか、順番変えてないからな。カルシウムが出ちゃうんだよね、最初に。カルシウムが出ちゃうってなんか変だけど。で、こっちか。はいはいはい。OK。間違ったんじゃないか、これ。間違った。なんか前もこれ、あった気がするな。あそこ勢いよく行っちゃうと飛ぶんだね。まずいね。さあ、誰だい？はいはい。コラッタさんね。ちょっとな、カルシウムトップにしてるからな。まあ、倒しちゃうか。うん。カルシウムの養分になってくれ。強いね、やっぱ。強くなったな、お前。いいね。成長してますね。ちょっと落ち着いていこうね、これ。飛んじゃまずいよ。ここ飛んじゃダメ。OK。ね、ここだったよね。確か。ね、でここにさ、門番っていうかさ、この人おお、それは確かにグレーバッジ認めてくれますか。ありがとうございます。どうぞ通ってください。敬語になった。敬語になったね。なんかダメだよみたいな感じだったけどね、敬語になりましたね。あなたも分かればいいのですよ。はい。ここから先はブルーバッジを持った。何言ってんの君。ちょっと待てや。こっちから行かせろよ。無理か。ちょっと待てよ。マジかい。こんだけ進めたの。お兄さん、お兄さん、お兄さん、こんだけしか行けなかったじゃん。マジかい。もうどうせならさ、この先でブルーバッジいるよって言ってくれ。もうなんかひどくねひどいよね。よしよし。あ、そっか、帰るときはこっちから帰れ、早いよねっていう話なんだな。なるほど、なるほど。お兄さん、言ってくれよ。あ、間違った次、ブルーバッジね。どこにあんの？もうなんか、証言がないですよ。あれか、この木を切る技を身につけさせればいいのかな。まさしくポケモンだね。はい。そうだね。便利な世の中だ。技マシーンとかいうのなんか持ってんの？持ってない？ある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 。これを使って木を切れよって話か。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。なんか、よく考えた方がいいんだよね、きっとこれね。技マシーン、まあまあ、使いましょうか。うん。あ、でも我慢だよ。我慢じゃなくね？いや、まあ我慢もいいんだけどさ。いやいやいや、ちょっと待って。そうじゃないよね。ポケモンの技で？ポケモンの技でなんか切れるみたいなこと言ってたよね。技、なんだ？ねえ、何を覚えさせればいいんだろう。木を切るんだよ。ねえ。木を切るなんか技ってある？なんかどれでも切れそうな気もするしジューシーはあれでしょ、硬くなるでしょ。なんか体当たりでも木切れそうな気もするしわかんないな。どうするんだろうな。体当たりと吐く。とりあえず次何すればいいかがまずわかんないんだけど、うん、どうしよう。一回帰ってみる？じゃあとりあえず全部回復してもらおう。ね。体力回復お願いしますよ。はい。多分あれだよね。木を切るって話だよね。はい。みんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしています。ポケモンセンターはこの先どこの町へ行ってもある。いいよね。いいわ。ただってのがいい。ね、疲れて動けないのを元気にしてくれるっていうのこれいいよね。あ、違うか。さっきの人違う人だこの人だよ。ね、隅にあるパソコンはどうぞご自由にお使いくださいと受付の姉ちゃんが言っとった親切やのって。この人、ね、違う人だ、さっきの人となんか構造が同じでなんか格好も同じだからね、あの人かと思ったけどね。モモシポケモンに、はいはい、あー間違ったオッケーオッケー。ここは変わらないんだね。もうね。やっぱこっちに用はないのか、まだ。ブルーバッジ。次どうすんだろうな。ねえ、このおじさんなんか知ってる？酔っ払ってたみたいじゃん。頭が痛い。時にお急ぎかな？なんだっけ、これ。なんかさ、いや、急いでる。Time is money。時は金なりか。はいはい、オッケーオッケー。よかった。被害が最小限に済んだと思うよしよし。それでじゃあもう一回帰りましょうか。ちょっとなんか損したなそうかい。あそこでもう進めるんだと思ったらブルーバッジがいったわい。有形カルシウムどうしようかな。いやちょっとな、イガグリあげたいんだよね。なんでサブレで一発攻撃して、いやちょっと待ってよ。まずちょっと普通に倒しちゃって、ちょっと順番入れ替えようね。ああいい感じじゃんカルシウムめっちゃいい感じの力加減じゃん。ここでさイガグリさんが出てね。あよしよし。いやめっちゃよくやったよ。すごいいい塩梅で減らしてくれたわ。はい、まあ、これちょっと食らえば結構食らうねああ間違ったんじゃないこれ。うわやべえ、やばい鳴き声じゃないって。いやーしまった。これしまったな。ちょっと傷薬使っちゃうか。あ、タウンマップある。ここで気づくっていう。傷薬使っちゃうか。うん。ちょっとね。なんか、うん。死んじゃった方が、死んじゃったっていうか、うん。ゼロになった方がなんか被害甚大なんで。体当たりだよ。うわぁ、2回食らうか。そうだよ。オッケー。はい、日が暮れ上がんない？そろそろ上がんないか？あ、それで、タウンマップってあったね。で、ちょっと待って、順番を入れ替えようよ。順番を入れ替えよう。並び替え。うん、サブレよ。サブレ最初にしようか。せめてね。うん、せめてそんな感じにしとこう。でさ、そう、タウンマップ見ようよ。はいはいはい。まあここなんだね。2番道路ね。1番道路。はい、常盤の森。ディグダの穴。2尾。あ、常盤の森からディグダの穴。2尾から3番道路。3番道路に行けばいいのか。ね、とりあえず2尾シティに戻る。おお、なんかある。ああ、ここ切らなきゃいけないんだ。木切らないといけないんだね。よっしゃよっしゃ。この人なんだっけ。森は天然の迷路ね。はい。OK。コラッタはちっちゃいけど前歯の一撃は侮れない。もう捕まえたかしら。いるいる。うちにはコラッタくんいますよ。よしよし。じゃあ。またね。向かいましょう、あっちに。さあ、なんだ？お、キャタピーね。キャタピーやっつけようか。サブレで。サブレさんでいきましょうか。サブレだとどうだろうな。あ、一発とはいかないんだね。敵のキャタピーの糸を運ぶき。はい。キャタピーはね、もともとそんなに経験値が高くないので、なんかこう、交代するってほどでもないかなと思うんだよね。お、なんかあるよ。モンスターボールやった。で、こっちじゃねえんかい。道すいません。道には迷っていた。そうか。ああ、こっちじゃないんだね。天然の迷路よって言われて、早速迷うっていうね。あ、これ何？ビードル。あれ、ビードルって持ってたっけ？あれ、どうだったっけな。ビードルは持ってますか？ビードルって持ってないかな？持ってないかもね。ちょっとじゃあさ、モンスターボール、あー、1個。モンスターボール買ってこないとな。どうだ？あ、マジかい。ちょっと減らしてからのが良かったか。間違った。待て。危ない。ね、ビードルも欲しいですね。一発か。はい。お、やった。サブレ上がったわ。さあ、行きましょう。こっちだったよね。そうだよね。来た道を戻ればいいんだからさ。あ、これであれかな、こっち側とかあんのかな。こっち側に行けば一緒か。右側ある？あ、ないか。右に行くってのはないんだね。ないね。オッケーオッケー。じゃあ、こっちですね。はい、行きましょう。行きますよ。あれ？どこ？また迷ってる？また天然の迷路で迷ってる？迷うなってね、注意されたのに、しっかり迷ってるよ。はい。いや、モンスターボールもうないからな。ちょっと倒すしかないよね。サブレさんはそりゃ、こうね、こういう、芋虫系には強かろうよ。むしろ餌だろぐらいの感じじゃない？ね、こっちだね。こっちね。合ってるかな？おかしな方向行ってる？大丈夫かな？こっちだよね。間違ってないよね。であれだろ、落とし物したとかいう人がいてさ、ね、どこなんだろうね。そうそう、見えないところでも何か落ちてたりするね。探してみたんだけどさ、よく分かんなかったわ。はい、戻ってきたよ。戻ってきました。さてさてさて、それでですね、どこ行けばいいんだろう。右側かな、こっち、こっちの方ですか。やっぱりなんか木を切ったりとかしなきゃダメ。こっちか、こっちかなあ、こっちじゃね。ねえ、どうした。常盤の森でもあったな。覚えてねえ。覚えてないよ。マジっすか。マジっすか。虫捕りの少年ね、勝負仕掛けてきたよ。キャタピーかい。キャタピーレベル10だって。やるな。まあでも相性はいいよね。相性はすごくいいよね。鳥だから。どうだ、もう効くな。どうだ、でもあっちも結構効くんじゃない。あ、まあまあ、そこ、あ、急所に当たって6か。急所に当たって6なら大丈夫だろう。ね。よしよし。うん、伊藤博攻撃だけど。はいはい。でもまたか。めっちゃあれだな。めっちゃ素早さ下げられてるな。はい、サブレの風起こし。OK、急所に当たりました。さあ、倒したよ。どうだい。わあ、結構もらったな。ビードル。はい。どうしようかな。このまま、いや、このまま行こうかな。うん、サブレさんでちょっと頑張ろう。毒針。毒針厳しいな。毒になった？毒にはなってない。効くね。とりあえず効くね。それはいいことだね。毒になってないかな。あ、なってないね。多分。この後か。お、ほぼ倒せる。ほぼ倒せるから、誰かちょっと、ね、かなり経験値高いはずなんで、イガグリやられちゃうかな。腹ペコさんやられちゃうかな。止まらないにしようか。止まらないにしよう。ね。チャンスだ、止まらない。頼むよ。よしよし。オッケー。さあ、間違えないようにしないと。ちゃんと攻撃するやつね。体当たり。痛い。どうだ、倒した。よしよし、いいね。おお。お、サブレも上がったし。止まらないくんも上がるんじゃない。お、やったね。いい感じですね。いい感じで配分しましたね。またキャタピーか。あ、でもレベルね、やっぱ10とかなんだろうからな。これはまたちょっとサブレさんに出ていただくか。サブレさんにやっぱ出ていただきましょうかね。はい、サブレね、相性はいいでしょう。また虫と鳥だからいいですね、いいですね。急所に当たったわ。いい感じだわ。よし、もう一回。どうだ、これで倒せるか、ギリ残るか。どうだ、よし、いいね。いい感じで減らすな、サブレさん。いい仕事するな。よしよし、じゃあこれでジューシーはちょっとな、ジューシーはどうにもならん。どうにもならんっていう言い方もひどいけど、止まらないかな、やっぱりな。うん、ちょっとね、レベル2とかなんかぐらいのを出しちゃうと一瞬でやられそうな気もするんで、それは困るよねっていう。どうだろう。うわー、止まらないもちょっと危ないな。いけるか。あ、いけた。よしよし、よっしゃ。ええ感じですわ。さあさあ、止まらないがもう危ない。100円だ。よしよし。この辺ってもしかしてあれなの？みんなあれなんすか？うわ。何短パン動きやすくっていいぜ。お前も履けば。何それ。短パンの勧誘されたよ。うわー、怖え。短パン小僧か、もしかして。もしかして短パン小僧じゃん。こないだソードであった。こないだポケモンソードであったよ、短パン小僧お前。緑からいたのかい。そうかい、こらった。コラッタ、うわ、強えな。コラッタレベル11じゃん。どうしようかな。ちょっとこのままだと不利だよね。ちょっと待って。カルシウム先生になんとかしてもらうか、もう、ここは。カルシウム先生、お願いしますわ。カルシウム先生、ちょいとひねってやってください。はい。なんか尻尾振ってますけどもね。はい。もうね、火の粉でいっちゃってくださいよ。カルシウム先生。いいね。でもやっぱレベル11は伊達じゃないな。ねえ。引っ掛けましょう。引っかいてやってください、カルシウム先生。おお、すげえ。すげえ、感じに残しましたな、先生。じゃあサブレ行く？止まらないはちょっときつすぎるよな。医学林、腹ペコさん出てみますか、あなた。腹ペコさん出てみます。一発でやられるかな。どうだろう。腹ペコさん出てみますか。尻尾フル攻撃してくれたら助かる。うわー。大丈夫だな。どうだろう、これ。いけますか？いやー、コラッタの方が早いのか。いやー、頑張れ。ダメか。そうか。ダメかい。いやー、ちょっとまずかったな。じゃあサブレ先生にね、お願いしましょうか。はい。ね、サブレはさすがに、大丈夫だよね。よしよし。これでね、あれだよね、でも、死んじゃってはないんだけど、ヒットポイントゼロになっちゃったポケモンは経験値もらえないよね、多分。そうだよね。まだいるのか。アーボ。蛇か。蛇のやつか。そうね。ちょっとね、もうここは安全策でカルシウム先生にお願いしましょう。はい。まあ、サブレ出してるから、ね、経験値入るしね。オッケー。これでね、火の粉でやっちまってください。先生、お願いします。巻きつく攻撃？なんだそれ。そんな強くなかったな。何？まだ続いてる？巻きついて何？しばらく離れないの？めんどくせえな、それ。それめんどくせえな。もう一回火の粉ね。もう巻きつくはなくなったのかな。毒針かえ。厄介だな。君の攻撃厄介だな。厄介な攻撃多いな、アボさん。はい、倒れた。やったー。カルシウム。そっか、誰も他に出してなかったんだ。はい、睨みつける。覚えた。短パン小僧強かったな、結構。いけると思ったのに。カタロウは賞金として165円手に入れた。OK。はい。とりあえずちょっとね、今回はこれぐらいにしときましょうかね。っていうか、回復に戻らないとまずいな、これは。ちょっとね、だいぶ消耗してるからさ、ちょっと一回回復に戻ろうかなと思いますけどね。はい。ということで、最後までね、ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。また新しいワールドに出てきましたよ。なんか連戦だな。これ多分、右下の女の子っぽいやつも、さらに右にいる同じ、短パン小僧と同じに見えるけど、この人も多分バトルなんだよね。だから対トレーナー戦が続いておりますね、ということで、頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ、それではね、また、ゾンビ先生と一緒にゲーム楽しんでいきましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。失礼します。